はい、それでは大変お待たせをいたしました、立憲民主党福山幹事長の、定例記者会見、今日通常国会、最終日ということで、この国会では最後の幹事長会見ということで、開催をさせていただきます。それではまず、幹事長から冒頭の紹介をお願いいたします。はい、ご苦労様でございます。今日第48回立憲民主党の常任幹事会が開催されました。今日で通常国会が終わりましたので、最後の通常国会、最後の常任幹事会ということで、参議院の比例の候補者を2名決定いたしました。2名のうちお一人は、お手元の資料の通り今泉真央さんでございますが、残念ながら今日所用のため東京に来られないということで、今日は会見には同席できないことになりました。もう一人でございますが、参議院の比例の市井さやかさん、全国比例で皆さんご案内のとおり、かつてモーニング娘。で活躍をされた方でございますが、立憲民主党から参議院の比例に立候補したいという強い思いを持っていただきましたので、我々としては心から歓迎をして今日皆さんに報告をさせていただきたいと思います。それでは市井さやかさんをご紹介させていただきます。どうぞよろしく。ただいまご紹介に預かりました市井さやかです。大変驚かれた方もいらっしゃると思います。まず今までの芸能活動を応援してくださった皆様、感謝の気持ちをお伝えさせてください。本当にありがとうございます。この度参議院選挙の比例代表に立憲民主党の公認で挑戦することにしました。芸能活動をしていた立場から政治の世界に飛び込むことを不思議に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、その理由を含め私の気持ちをお話しさせてください。私が今最も自らの気持ちを捧げ、そして自らの時間を注いでいるのは子育てです。私には4人の子供がいます。上は14歳、12歳、下は6歳、一番下はようやく2歳になりました。一番上の子は私が20歳の時に出産しました。初めて我が子を抱いた時、この子を命がけで守る、そんな気持ちが芽生えたのを覚えています。4人の子育ては本当に大変ですが、お互いが助け合い、子ども一人一人が健やかに育ち、子どもたちの成長を日々見つめることができるのはとても幸せなことだと実感しております。ただ自ら子育てを経験する中で、今の日本が本当に子育て世代に温かい社会となっているのか疑問に思うことがたくさんあります。例えば病児保育、子どもはちょっとしたことから急に発熱をしたり体調を崩すことがあります。そんな時フルタイムで働いているお母さん方は前日から病児保育を血眼になって探したり、ようやく一時保育先が見つかっても家から何駅も離れたエリアだったり、子どもも親も心身ともに疲労困憊になっているのが実情です。東京などの都会で病児保育を支援する団体や施設が増えてきたのは事実ですが、子育てをしている私たちの実感からすると全く足りていないのが現状で、特に地方に行けば行くほどその環境は厳しいものになっていると思います。
このような環境は住んでいる場所にかかわらず国全体で解決しなければならない問題だと思います。そして子育てにはどんなに工夫をしてもお金がかかります。最近の子どもは贅沢という声が時折聞こえてきますが、どんなに節約をしても毎月のおむつ代、ミルク代、着るものに食費などどうしてもお金がかかってしまいます。現在子育て世代は児童手当で支援をいただいており大変感謝しておりますが、その手当では十分ではないことは子育て家族であれば誰しもが知っています。やはり日本社会全体で子育てを応援していくために、もっと児童手当を拡充して経済的な面で子育て家庭を支援していくことが必要だと思います。そして子育てを支えてくれている保育士さんや看護師さんの人数不足や職場環境のことも大きな問題だと思います。また子どもを授かろうにも授かれず、不妊治療に多額のお金をかけなければいけない夫婦もおり、そのような家庭も社会全体で支えていく仕組みが必要だと思います。子育てに関わる問題点、改善点は挙げればきりがありません。最近はそのような問題点が多く議論されるようになりましたが、私たちのような子育て家族が望むようなスピードで解決されていないのがとても残念です。おそらく理由は子育てを経験し、または子育てをしている当事者、特に現役のお母さんが政治の世界に少なすぎるからだと思います。今回自分自身が新しい挑戦をすることがいいのかどうか悩みに悩んだ結果、今ここでお話をしています。私も4人の子どもを育てている子育ての当事者です。自分自身の子どもののみならず、これからの日本を支えていく多くの子どもたちのために頑張ってみよう、そう思って今回思い切って政治の世界に飛び込む決意をいたしました。全力で頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。はい、一井さんありがとうございました。それではここで、もし質問あればお受けしたいと思いますが、今日すみません、全体の会見の日程が後ろ詰まっておりますので、あまり時間取れないかもしれませんが、ご質問ある方は手を挙げていただいて、いつも通りですが社名とお名前、言っていただいてからご質問簡潔にお願いできればと思います。それでは質問ある方お受けします。はい、じゃあ宮島さんどうぞ。ファクターの宮島と申します。はい、この国の出生率は今1点の13は4、私はこれは素晴らしいと思いますけれど、この国がですね、出生率を上げるためにどのような対策を取るべきだと、私の、メンバー感覚、それから一つの策として、はい、3人目以降は1000万円ぐらい子育てに支援したらどうだという政策を言っている政治家もいるんですが、やっぱりそのスピード感というとそういうのもありかと私など思いますが、そのあたりは例えばどうでしょうか。このお金の面積ですね、この2点を考えて。やはり子育て支援に関する政策というのを中心に、私自身がもし立候補して出馬、当選できたならば中心を、子育て支援に関する政策を中心に主張していきたいと思っております。育児、教育、家族のために総合的に政策に取り組むべきだと思っております。はい、最初に、2番でどうぞ。はい、
TBS の小林と申します。数ある政党の中からなぜ立憲民主党からの立候補を決められたのかということと、ご自身から立憲民主党にお声掛けをされたのか、それとも党の方から要請があったのか、お聞かせください。はい。なぜ立憲民主党なのかというところに関しましては、やはり多様性をとても大切にしているところだと思います。人それぞれやはり皆さん違うので、その違うというところを認め合い、支え合い、尊重して共に助け合っていこう、そういう気持ちにとても共感をしました。そして党の方からお声掛けがあったかどうかというところなんですけれども、私自身もやはり4人の子育てをしていて、どこか自分の中で何かできることがあるんじゃないのかという思いが強くやっぱりこう出ていたのは事実です。でそこで、党 の, 方から、お声掛けをいただいたというところもあるので、そういったところで引き合わせというか引き寄せ的なところは感じます。はい、はい、ありがとうございます。フランス店の及川と申します。簡単に1点お伺いしたいと思います。政治の世界は完全に未経験と思いますが、どのような勉強をされて、何を育児以外では、テーマにしていきたいとお考えでしょうか。はい、お願いします。はい、やはり今私ができることというのは、子育てを中心にどうしていったら子どもたちの未来が明るくなっていくのかということを、やはりそこが中心だとは思うんですけれども、その他に今何に関心があるのかと言われますと、やはり東日本大震災の時に私は千葉に住んでいたんですが、それまで正直原発のことというのをあまりよく知らなかったのは事実です。やっぱり原発に関して危機管理意識を初めて知って、子どもを育てる親としてやはり不安になっているということもありますので、原発はゼロにするべきだと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。あとじゃあ、後ろ、一番後ろ、黒い交差ですかね、来ておられる方、マイクお願いします。すみません、後ろ回してあげてください。スポーツ報知の木口と申します。はい、よろしくお願いいたします。せっかくなんですけど、芸能界は完全に引退するということで、芸能事務所とのマネージメント契約がいつまでかというのがあると思います。完全に退出なのかどうかが一点と、あと他のモノスメンバー、子育てされてると思うんですけれども、モノスのメンバーから何か話をしたりとか、どういった声をかけられたりとか、できるだけ具体的にお願いしたりとか、ありましたらよろしくお願いします。はい、今後のタレント活動はどうするのかということだと思うんですが、私もそこまで器用ではないので、まずは一度決めた以上は議員になるために活動にしばらくは専念したいと思っております。それから先のことに関しましては、改めて党や家族と一緒に相談して決めたいと思います。そして、モームスのメンバーに相談というかご報告をしたのかということですけれども、まだ正式な報告はできていないんですが、報道になされているように、おそらく耳にしたり目にしたりきっとされていると思うので、同じ子育てをしているお母さんとしてきっとどこかで支えてくれているのかなというふうに思っております。一番誰に報告したいとかってありますか。一番誰に報告したいか、そうですね、これから生まれてくる矢口とか、あとは、矢口真理ちゃん、そして安田圭ちゃん、やっぱり同じ同期でしたので、そういったところでは同じお母さんになる、3人お母さんになったねというところで、じゃあこれからの未来どういうふうに子どもたちのために私たちが残していけるかねっていうお話をできたらしたいなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そろそろと思いますが、じゃあ後ろずっと手上がったので、
フリーの横田敦ですけども、先ほどの、はい、なぜ立憲民主党かという質問に関連するんですが、はい、子育て中の主婦として安倍自民党に許せないこと、ここを変えたいという人があれば、ぜひ皆さんでお願いしますが。そうですね、やはり、主婦の目線からお話をさせていただきますと、やはりその消費税増税という部分ではますますやはり家計が厳しくなっていくと思います。そういった中でさらにこう景気に悪影響になると思いますので、消費税の増税はしない方がいいかなっていうふうに思うのが、多くの国民、多くの主婦の方が思っているんじゃないかなというふうに思っております。はい、ありがとうございました。じゃあ最後に立ってください。女性の方、真ん中お願いします。はい、よろしくお願いいたします。君なんですけども、はい、ご自身でその政治の世界っていうのを感じ始めたのは具体的にあるいつ頃ぐらいからそういう思いを描いたのかということで、東側からそのお話をもらったのは大体いつぐらいだったんですか。政治に興味を持ち始めた、政治に関心を持ち始めたというのはやはり子供が生まれてからですね。今まで正直その政治の世界というところに自分の中ではまだ程遠い存在なのかなというふうには思っていたんですけれども、やはり子供が生まれたことで自分の命より守りたい命が生まれた瞬間に、子どもたちのために何を残していけるのかというところで政治に関心を持つようになりました。また党からのお誘いといいますか、お声掛けいただいたりしたところというのは、今年に入ってからですね。はい、はい、それではご協力ありがとうございました。どうか今後ともよろしくお願いをいたします。よろしくお願いいたします。よし、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。こちらもお願いします。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。はい、ちょっと道開けてください。バッチ開けてください。はい。はい、ありがとう。